OK です。先日ね、ランク級チャレンジをした時の動画を、お見せしたいと思います。3勝1敗で、4勝1敗になったら、ランク級といったところですね。で、まずこれは一応、向こうの CP 高いので、出し負けですね。ただ、これはコメントパンチのかな、ボス、いや、ええって言ってますけど。で、向こうに、シールドを、2倍速なんで早いんですけど、もう2枚使ってる状態ですね、向こう。ほんで、もう絶対的に勝ち。ここはもう張ったら勝ちですよ、確実に。これ張らずにですね。終わっちゃいました。本当あっけない幕切れやったんですけど、そっからね、2258まで落としまして、もう2、250近く、落としてしまったんですけど、もうラック系です。ですね、ランク級チャレンジをですね、先日させていただきまして、で、ちょっと動画載せてると思うんですけども、圧倒的出し勝ちで、相手シールドなし、こっちシールド2枚あったんですけども、もうナメップというかね、もうそれを取りこぼしてしまって、ランク級に行けなかったということがあるんですが、で、そこからね、張っとると思うんですけど、2280台まで落ちまして、200以上レートされたんかな。で、実質2270何本まで行ったんですけど、で、そこから這い上がってきて、今がですね、ちょっとライブになるんで、もうみんなとね、共有しようと思ったあれなんですけど、2469。で、現在、3勝1敗。で、次勝ったら、31は最低でも上がるので、2500超えるといった状況ですね。もうちょっと緊張感とともにね、ちょっと解説できないかもしれませんけども、頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。いや、2500乗りたい。もうランク級。シーズン2もね、2750何本まで行って、ランク級達成したんで、2期連続ね、ランク級は目指したいなというところです。よろしくお願いします。出し負けっすね、これは。これね、絶対逆鱗打ってくるんですよ、大体。砂地獄堪能っすよね。もうこういうやり方はもう分かっ、いやいやいや、珍しいな。珍しい。これは珍しいですけど、これは珍しいタイプだ。大体あそこ逆鱗なんですけどね。まあいいや、もう一回打てるか。これ打ちましょう、もう一回。ね。これはもう一回打ちましょう。2枚貼ってきましたけど、向こうもね、打たんと無理なんで、OK。できた。これはね、自信たまらんので、米パンしかたまらないので、いけますね。打てるでしょう、こっちの方が先に。向こうはね、自信まで貯めてくれようとしてたんで、ありがたいですね。ギャラから来ましたね。よし、ここでちょっと、逆鱗持ちじゃないかけながら行きましょうか。噛み砕くやったらいいかなってところですね。逆鱗か。逆鱗持ちはきつい。
ついぞ、これは。だいぶきつめの展開になってきたぞ。まあ、これちょっといける。パニカリか。米パン2回にします。いけるいける。いけ。よし。よし。ああ、ギリギリ。マジか。マジか、これ。あと一回滝登り食らってたら負けとったね。うわ、すごい試合をお見せできました。うわ、めっちゃ嬉しい。ああ、よかった。マジか。またここで弾き返されるかと思った。めっちゃ嬉しい。これは嬉しいわ。ほんまに嬉しい。もう、語彙力がないですけど、ご了承ください。はあ、しんど。オッケー、オッケー。もうしんどい。ふぅ。さあ、行きましょう。ランク9。ミスった。ミスりましたけど。ちょっといいでしょう。いやー、ランク9達成しました。あざーす、あざーす、あざーす。したらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。